やばい、13秒。え、ここ、あ、ここ。おー、どこ？どこ？待って待って待って。どこ？本当に。ふっ。どうも、皆さん、そばです。ということで、今回もスプラトゥーンクラブやっていきましょう。いやー、めちゃめちゃ。久しぶりマジで2週間ぶりのスプラトゥーンクラブ。もう最近ちょっとね、マインクラフトの動画に力入れすぎてね、もうスプラトゥーンクラブもできてなかったんだけど、久しぶりにやっていこうかなと。まあそして今回ね、久しぶりのスプラトゥーンクラブなんで、まあシンプルにスプラトゥーンクラブバージョン1ということで、ただ塗るだけの隠れ場やっていこうかなと思います。塗って隠れて塗って見つけるスプラトゥーンクラブやっていこうかなと思います。今回はですね、こちら若葉シューターですね。僕も2週間もね、スプラトゥーンやってなかったらね、もうさすがにもう初心者でしょってことで、若葉シューター、初心者が使う若葉シューターって武器使っていこうかなと思います。よろしく。待って、みんな若葉、あれって今気づいたけどさ、隠れ側のチームもさ、若葉シューターじゃん。え、若葉シューター大好きチームかな今回。いやでも本当にね、スプラクラも久しぶりにやるんですよね。最後にね、スプラクかスプラトゥーンクラブやったのが本当に2週間前で、この動画だね。いやーでもこの間フェスやったじゃん。まあ、フェスの配信したんですけど、スターチーム負けちゃったね。本当に悔しい。スターチーム勝てると思ったんですけどね。マジでね、頑張って言ったんだけど、まあでもね、あのキノコチームがめっちゃ強い。キノコチームのね、百血がね、もう強すぎたんだよね。やっていきましょうか。はい。ということで、若葉シューター、今回ね、こうメインインク距離、メインインク効率を、ガン詰めしてきたんで、割とね、若葉シューター本当にね、インク能力めっちゃ多いんで、若葉シューターにメイン効率つけちゃえば、完全に塗りの悪魔とかすんで、これは強いですよ。で、ね、スプラトゥーンクラブバージョン1は、スペシャル禁止なんで、本当にさ、塗るだけで見つけるクラブなんで、そうね、スペシャル使わずに、スペシャルに頼らずに、塗りだけで見つけていこうかなと。あ、まあ、そこ気になってんだけど、ここいる、あ、いそうだな、ここ。いるわ、ここ絶対。あ、いな、え？あ、いないか。待って、あとここに2分27秒。やばいぞ。いや、これさ、多分、鬼、隠れ側のリスポーン地点だな、多分これもう。どう考えても。どう考えても隠れ側のリスポーン地点しかありえないわ。やっぱりほら。いや、まず隠れ側のリスポーン地点から重点的にやっていこうぜ、まず。ねえ、こっから行っていくわ。いそうなんだよな、ここら辺。いやー、ここのさ、北大に登ったところとかさ、絶対いるでしょう。ねえ、このスプラトゥーンクラブバージョン1はね、鬼に見つかってもね、ビーコイン飛べませんからね。いやー、でも、あ、でも俺いないな。お、あれ、あー、待って、あれ？あ、いない？待って、あとこれ1分44秒。まあでも、あと半分だからね、全然余裕ば、あ、いない！リスポーン地点にいないだと。どこにいるんだ、あと。待って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 。焦ってきた。焦りは肝臓なんですよ、そう。やっぱり見つけられるんですよね、僕なら。あ、ここいるな。はい！いや、私の目からはね、逃れませんからね、逃れられませんからね。めっちゃ噛んだけど、あの、残り2人ですね。いいよ、グラタン推し。ナピョンさんとクロさん、グラタン大好き。グラタン美味しいか。グラタン美味しい。さあ、見つけた。グラタン食べてー。めっちゃグラタン食べてー。最近本当に寒いですよ。なんか、今日、僕ね、1月の24日に撮ってるんですけど、なんか、東京雪降るって言われてて、なんか、あれだね、楽しみだね、なんか。雪降るって言われてるんだけど、どうなんだ？雪降るんですかね？いや、僕ね、沖縄出身でね、雪見たことないんですよね。雪見たいね、これ。まあ、別に、生まれて、この方見たことないんじゃなくて、東京でね、雪降ってんの見たことないんですよね。なんか東京の雪っていいですよね。それはいいんですけど、これ1分切ってるぞ。これ1分切ってるぞ。これ大丈夫か？いや、割ろう。ここ大、ここ割ります。ここ大とか、ここ割ります。はい、ギギ。はい、あ、いや、ここら辺にはいないかな。やばいぞ。あと俺30秒。どうしよう。いや、私なら見つけられる。そう、自信を持て。オッケー。あと俺2人だからね、2人。いや、ここいないかな、ここ。ここ怪しいね。いない。どこだ？いるとしたらここら辺なんだよな、絶対に。敵のリスポンスいなかったもんね。うわ、やばい、13秒。え、ここ、あ、ここ。どこ？どこ？待って。どこ？本当に。ふっ。リリさん見つけました。アオリイカは良くないね。アオリイカするか見つかっちゃうんですよ、こうやってね。いやー、でも一人見つけられませんでしたね。よーし、ということで、ビーバスパークで答え合わせやっていきましょうか。なんか最後のリリさんがね、めちゃくそにアオリイカしたんだけど、いや、このチュンさんもなんかアオリイカしたっぽいんだよね。いや、許せねえ、マジで。許せな。このアオリイカがやばすぎるんだけど。
いつ。どこに隠れてるか見ていきましょうか。さあ、この人なんかリスポーン地点、鬼側のリスポーン地点の方にね、隠れてたのかな？ちょっと見ていきましょうか。なるほどねここで、チュンさん、折り返したっぽいです。うわ、腹立つ。うわ、こう塗った気がするんだけど、塗ってなかったのかな？なんか、向こう側？向こう側の方は塗ったけど、ここ塗ってなかったのかな？僕。悔しい。悔や。よし、じゃあ次、僕が見つけた方。この方、ナピョンさんかな？ナピョンさんが、え？あ、ここか。ナピョンさんが、ここの場所にいたね。そう。で、黒グラタンおいしさんが、この場所にいたんだよね。ナピョンさんと黒さん結構ね、同じような場所にいたんですよね。で、最後、僕のことをね、ラストで煽ってたリリさんがね、ここにいたんですよね。煽られたら煽り返す。それが私です。よろしくお願いします。ってかね、さあ、ごめんなさい、倒しちゃった。ってな感じで、次は僕がクレームやっていこうかなと思います。いや、煽ってやろう。僕も煽ってやろう。もう煽り以下は罪ですからね。やばい。いや。よーし、最後2回戦目、箱をぐそくやっていきましょうか。僕が隠れる番ですね。で、鬼はですね、さっき僕が見つけられなかった、チュンさんですね。僕もちょっとうまく隠れて煽っていこうかなと思います。やっていこうか。いや、ほんとにね、スプラトゥーン久しぶりにやるとめちゃめちゃ楽しいな。てか、僕スプラトゥーンクレームを撮影、今回のこの撮影する前にね、ちょっとまた別の動画撮っててね、めっちゃ喉使っちゃってね、ちょっとなんかすごい喉が痛いんだよね。なんか、カラオケ歌った後にさ、カラオケでめっちゃ歌った後に、喉がさ、ガラガラするじゃん。ああいう痛みじゃなくて、なんか、喉の筋肉がめっちゃ痛いんだよ、今。何って感じだよね。喉の筋肉超痛くて、何が、僕の体で何が起こってんのっていう感じなんですけど、今あります？喉の筋肉痛みたいな。あんのか、喉の筋肉痛って。いやー、問題どこに隠れるかですよね。もう僕、スプラトゥーンクレームもう、3年間やってるから、そろそろね、もう今年2021年ですからね、もう今年で僕4年目ですからね、スプラトゥーンクラブやってんの。てか、スプラトゥーン発売して4年目だからね、スプラトゥーン2か。スプラトゥーン発売してさ、4年目って、もう時が流れるのも早すぎんかっていう感じなんですけど、あ、待って、もうここに隠れようかな。ここ最強じゃない？ここに隠れるの。え？あ、これいいかもしれない、ここに隠れるの。このフェンスの下。あ、いや、これ気づかないんじゃない？多分。ここに隠れよう。その前に塗ろうか。その前にここら辺塗ろうかと思います。急げ。ぴょん。よし、来た。さあ、やっていきましょうか。スタートということで、お兄さんは若葉シューターを使っております。僕たちはね、クローズアップシューターなんで、よろしくお願いします。ナピョンさんが結構ね、離れてる。おー、リリさん。リリさんがなんかここにいますね。でね、ナピョンさんがここにいて、あれだね、ここ見える。あー、ギリギリ見えねえな。ここから見える。あ、ギリギリ見えるな。ここなんかフェンスの下にいるのかな、多分ナピョンさん。あ、どうなんだろう、フェンスの下にいるのかな、ちょっとわかんないんですけど、向こうにいますね。で、鬼さんが結構早速ね、鬼さんがね、結構もう自陣の方塗ってた。いや、ここ塗ってんな。あ、ナピョンさん結構近くないか、大丈夫か。若葉シューターめっちゃ塗り、性能いいね。マップの塗りがめっちゃいいわ。こっから見える？あ、待って、リリーさんめちゃ頑張ってんだけど。リリーさんめちゃめちゃ、なんか頑張ってんね。な、めっちゃ頑張って隠れてんだけど。すごいね。で、次、黒、グラタン、おいしいさんが、なんか僕と似た感じのね、フェンスのとこに隠れてますね。いいね。仲間同士頑張る。同じとこに隠れてる同士ね、頑張りましょう。さあ、あ、でも結構、おいさんもあと残り1分50秒、全然時間あるな。でも結構塗り早いな、塗るスピード。すごいね。なんか、雑なように見えるけど、しっかりと角っことか塗ってるし、すごいいいね、やるね。いやー、これ、リリさん、これ、厳しいんじゃない？これ、リリさん。あ、お、あれ？あ、リリさん。落ちて死んだね、多分。リリさん、落ちて死んでる。確か僕のとこ来てる。これ来てんな、これ。わー、これ、大丈夫かな？でこれ自信あるからね。結構ね、この場所はね、なかなか塗る人いないと思うんですけど、お兄さん向こう、ああれあ、リリさんが死んだ人。オッケー。やばい。お兄さんがリスポーン地点塗りに行きましたね。いいよ。いいよ、調子いいよ。あ、でもこれ1分です。さあ、な、黒さんなんかバグってるけど大丈夫か、あれ、なんか名前が。名前の場所バグってるけど大丈夫かな。いや、来た。これ、大丈夫か、これ、まだ。あ、黒さん、あ、ちょい
あー本当は僕が煽る予定だったのに煽り返された。しかも仲間にも煽られるという最悪。しかもナピオンさん見つかって、あでもナピオンさんこれああー全員やられた。全員やられました。くそくそがジャンプしてんじゃねえマジで。クローズアップは強いだー最悪だわ。あもう全員キルされちゃいましたね。あチュンさんおめでとうございます。くそー悔しい。よーしラストゲームザトーマーケットやっていきましょうか。いやさっきマジで見つかってガチ煽りされたからで、ね、めっちゃ悔しい。鬼さんは黒グラタン美味しさんです。ほんとにねグラタン超食べてめちゃめちゃグラタン食べたいんだけど。だからねサイゼリアのさミラノフードリア皆さん知ってます？あれ超食べたいね今。なんか僕ねあのミラノフードリアね19歳で東京に来るまで食べたことなくて地元になかったんですよねサイゼリアが。食べた時美味しかったね。なんか人気のわけがね分かるわ。安いしね300円だっけあれ300円でね食べれるんですよミラノフードリアって。頭おかしいよね安すぎ。やっていきましょうか。それで今回サイゼリアの動画になっちゃやめてこうスプラトゥーンからやっていきましょうか。さあ今回ですね僕のチームはですねシャープマーカーチームということでシャープマーカー使ってやっていきますよ。よろしくお願いします。でお兄さんは赤ザップですね。さあいやザトーマーケットなんだけどこれどこに隠れようかな。なんかちょっと前にねここにこうやって登って隠れたんですよこうやって。でこれ見つかっちゃったんですよねここに隠れたらめちゃめちゃ見つかっちゃって最悪だったんでもっといい隠れ場所探そうと思うんだけどなかなかないよねこのマップね。結構隠れ場所むずいよね隠れ場所見つけるのも。よしここにしようここにしよう。よし行こう3 2 1ナイス。いけあらお兄さんってどこだっけ。あお兄さんのリスチってここもしかして。いや違うよ向こうだよねお兄さんのリスチ。あそうだよねあれリリーさんリリーさん通勤出たね。これ見つかっちゃうんじゃない。ああええ見つかんない。え強すぎ。え嘘すごっ見つかんないんだそれ。完全に終わったなと思ったけど。いや、すげえ。次、チュンさんか、じゃあ次は。チュンさんとリリスさん、お兄さんのリスポン地点で隠れてるのをすごい強気だね。なんか、私見つかりませんみたいな、なんか雰囲気出てるね。隠れる場所からね。いや、でもチュンさんね、僕のこと煽りイカするくらいだからね、めちゃめちゃ。いや、強いんだろうな多分チュンさん。でもチュンさん見つかんないんだろうね多分。いや、でもこれ僕、このリリさんにも煽られましたからね。でも煽りイカする人って強いのかなね。これあでもチュンさんこれ大丈夫か。あこれはこれあチュンさん見つかってやんの。ざまみろマジで。いやーチュンさん見つかっちゃいましたね。いやこれ次ちょ僕か。次僕が見つかれば。いや見つかんないよ僕が見つからない番です。次ナピオンさん見つかっちゃうかな残念だけど次ナピオンさん見つかっちゃうから残念だけどね。これやばい僕来てんだこれやばいな。いやー、これ怖いぞ。エンザップも結構塗り性能いいですよね。なんかね、個人的にね、若葉シューター、エンザップ、シャープマーカー、ボールドマーカー、塗り性能めっちゃ良くてね、僕めっちゃ好きなんですよね。まあ多分この4つだよね、塗り武器、大人気塗り武器ランキング。多分上位に入るの。てな感じで、そろそろ残り時間1分になったわけなんですけども、いや、結構近づいてきてんな。大丈夫かな？あと残り1分。やばい、こっち来るんじゃないこれ。大丈夫？おすごいすごい見て完璧な塗り残し完璧すぎる塗り残しに来てるわこれ。やばいこれ私の時代来てる。2021年はサバさんの時代です。本当にサバさんの時代かもしんない。やばいやばいあとこれ40秒。やばい耐えろもう多分ここ打ってこられたら終わるけど。あでもお兄さん気づいてないなこれ。いいよ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 こっち来んなよマジで。マジでもうこっち塗んなよマジで。完璧すぎる完璧です。さあ次ナピオンさんの番ですね。さあナピオンさん見つかっちゃったからでもあと残り15秒。あナピオンさんおすごいナピオンさんもナピオンさんもスーパー塗り残しすぎるでしょ。やばい僕ナピオンさんと僕とリリーさん完璧塗り残しに隠れ切ったなこれいやお兄さん逆にかわいそすぎるというじゃあチュンさんだけ見つかって僕とナピオンさんとリリーさんは見つかりませんでした。いや僕含め3人ともね、
全員塗り残して見つからなかったね。やば。運良すぎ。まあ、チューンさんはね、アオリイカしたんで、まあ、当然かなって見つかって感じですね。お疲れ様でした。はい、ということで今回もね、スプラトゥーンクロムやってみたわけなんだけど、いや、久しぶりにね、シンプルに、普通にスプラトゥーンクロムバージョン1やってみたわけなんだけど、いや、面白いね。てか、アオリイカダメだね。アオリイカダメ、絶対だわ、本当に。結局ね、なんか人をね、煽るとかいうね、あの卑劣な行為したらね、いつかはね、バチが当たるんで。いや、バチ当たりましたね、チューンさん。最後の試合で、一人だけ見つかって。はい、ざまみてください。ということで、じゃあ、この動画面白かったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ツイッターの方でね、スプラトゥーンクラブを参加者募集しているので、よかったらね、ツイッターの方、フォローしてチェックしてくれると、嬉しいです。それでは、また見てください。では、バイバイ。